ちょっと薄井さん、逮捕とか簡単に言うけどね、件数が多いんだからそうやすやすと。でもそれが私たちの仕事ですよね。まあそうなんだけどね。真田梢さんは18歳のファッションモデルで、昨年12月16日夜に命を絶っています。ネットが炎上したのがその2週間ほど前、きっかけがこの動画です。年収1000万以下の男は絶対に嫌です。それぐらい稼げない男なんて生きる力が弱そうっていうか最悪ですよね。テレビの討論バラエティでのこの発言が SNS で拡散されたのが炎上のきっかけですね。年収1000万はネット炎上の鉄板ネタだもんね。これをきっかけにあることないこと書かれまくって、他にもプライベートを盗撮した画像が出回ったりで、炎上を悪化させたのがこれ。この写真にアルコール飲料の缶が写っていることから、未成年飲酒疑惑が話題となり爆発的に炎上、ツイッターのトレンド1位にまで上り詰めてます。ちなみにこの炎上動画も悪意ある切り取り方がされてますね。これが元の動画です。年収1000万以下の男は絶対に嫌です。厳しいってお父さんが言ってました。お父さんかい。こんなの許していいんですか。だけど件数がね。悪質なアカウントをピックアップして立件するだけでも意味はありますし、ご遺族の気持ちもいくらかは救われるはずです。いくらかは。え、何ですか。そりゃ捜査一課では扱わないでしょうし、くだらない案件だって思ってるのかもしれないですけど、これはくだらないのはお前の発言だ。え、何ですかそれ。どういうことですか。まあまあまあ、二人とも見せしめに数件逮捕して満足って、俺はそんなやり方をしない。じゃあ元捜査一課の番長さんならどうするんですか。